はい。秋田県大戦士より NHK と県民を守っちゃう。秋田県大戦士よりイージズーアシアから県民を守っちゃう。本日令和2年の4月15日、大森林会の大朝大使です。日本郵便当日の再配達を中止。新型コロナで U パックなど、アベノマスクで止まったんじゃないハテな。100年経っても人に近づかないことだよっていうタイトルでお送りします。えー、日本郵便が、 うんと当日のね、再配達っていう業務を取りやめると発表したってことですね。うーん、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、えー、っていう理由なんですけど、えー、これ表に立ってないけど、これはあれなんじゃないのアベノマスク配達するから、業務負荷増えたから、これを、そのサービスをやめるっていうことなんじゃないかなと私は勝手に推定してますけど、どう思いますか皆さん。 でねあのー、こういうね政府には本当にギャオの、えー、情熱大陸の再放送のね東京大学医科学研究所の教授の、えー、川岡義弘さんのその発言を聞いてほしいんですよね、えー、つか政府の近くにいたでしょこの人ね映像を見ればね100年経っても人に近づかないことっていうのが一番有効な 集団なんですよ感染拡大のねえあの郵便局はね感染拡大を防止するんであれば人に近づかないってことが一番なんですよだからあの何て言うかねうんと再配達を中止するってことはじゃあその人に近づかないことにあの近づくからまあそりゃいいでしょう <laughs> いいでしょうねじゃマスクどうやって配達すんのって話 わかる <laughs> マスクどうやって配達するってことだから、配達中に人に近づいちゃいけませんから、ね。で、かといって取りに来いっていのもダメでしょ <laughs> だから、この、この政策自体が人に近づかないことを妨げてませんかってことなんですよね。 本来、郵便物をその家に、郵便物なんでね、一個も届きませんっていう家があ,あるかもしれないわけですよ。でもそれに、アベノマスクが届くっていう、その業務が割り、振、えー、降った瞬間に、今まで配達あんまり行ってなかったところにも行くってことでしょ必ず。<laughs> そういう業務が生まれるってことでしょでは人に近づくじゃん。家に近づくってことは、まあ家から出てこなければいいけど、家から出るときだってあるでしょ散歩とかでね。 こんにちはとかってなっちゃうでしょ人に近づくっていうことでしょね。だから、再配達を中止してアベノマスクも配りませんだったらわかるんですよ。アベノマスクは配って再配達を感染拡大防止のためにやめるっていうのが意味わかんないって言ってんの。ね。 それを理由にするなっていうことなんですよね。えー、コロナウイルス感染拡大防止のため、えー、再配達を中止っていうのにもしするのであれば、アベノマスクも配りませんって言ってほしいんですよね。<laughs> 以上です。